ドゥルランゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。ドゥルランゲンは、シュベービッシュアルプの東端、シュベービッシュグミュンとの北約6キロメートルに位置し、自然領域上はベルツハイムの森に属す。この町は、北は、シュプライトバッハ、北東は、ルッパーツホーフェン、東は、テーファーロート、南は、 シュベービッシュグミュント及びムートランゲン、西はレムスムル軍のアルフドルフと境を接している。この町はドゥルランゲン、ターナウ、ツーンマーバフ派の3つの村落といくつかの小集落で構成されている。州統計局の2014年現在のデータによるドゥルランゲンは19世紀初めからオーバーアムトグミュントに属した。これは後にシュベービッシュグミュント軍となった。このは 1973年の軍の再編によって廃止され、この町は新たに設けられたオストアルプ軍に編入された。聖ツリーアクス教会ツインマーバフ派のカトリック聖、ツリーアクス教会は1853年に建設された。ターナウ地区には聖安な巡礼礼拝堂がある。塔と本堂はロマネスク時代、内人室は後期ゴシック時代のものである。 特に15世紀の聖アンナと聖母と幼児、キリストとピエタの絵によって聖アンナ礼拝堂は多くの巡礼者の目的地となっている。この町はムートランゲンに本部を置くシュベービッシャー・バルト自治体行政連合に加盟している。この町の議会は12議席で構成されている。1994年から長長職にあるディーター・ゲルシュトラウアーは 2010年1月の選挙で97.2%の支持票を得て再選された図柄、赤字。緑の身分の山上に銀のもみの木。この紋章はドゥルランゲン町内の森の豊かさを表している。紋章の銀と赤の配色は旧帝国都市シュベービッシュグミュンとの紋章が採用していた色であり、この町の土地領主であるグミュンとの貴族を表している。 町の旗は白から赤である。町は1957年9月19日にバーデンビュルテンベルク州内務省から現在の紋章と旗の使用を認可された。ドゥルランゲンには基礎家庭学校が1校ある。最寄りの上級学校はムートランゲンの実家学校及び本家庭学校である。さらに上級の学校はシュベービッシュグミュントにある。ありがとうございます。